はい、ちくわでーす。今回もね、テーミングマスターやっていきたいと思うんですけれども、実はね、昨日投稿しましたテーミングマスターのね、動画はですね、予約投稿というものをしていまして、撮影したのはね、確か1週間ほど前のものでして、それからまたね、1週間ちょっとかな、プレイしまして、ついにね、レベルが303までいきました。なのでね、昨日の動画をご覧いただいている方は分かると思うんですけれども、強さがね、桁違いに強くなっていると思います。なので、今回はね、これから始める方がね、早く強くなる方法とか、あとはね、これだけは忘れないでねというところをね、いくつかご紹介していければというふうに思います。で、まず一つ目ですけれども、こちらのゲームはね、こんな感じでね、どんどんオートで敵を倒してくれるんですけれども、でね、こちらのゲームを起動していない状態でも、どんどんね、アイテムとかを稼いではくれますけれども、これね、12時間以上放置をしますと、アイテムをね、獲得できなくなります。ですので、12時間にね、1回ぐらいはログインをしないと、もったいないので、12時間にね、1回はログインをして、アイテムをね、回収するということを行ってください。で、続きまして、今ね、リリース記念というものをやっていまして、ログインボーナスというものをもらえます。でね、私はもう終わってしまったんですけれども、こちらね、出席イベントというものの他にも、リリース記念ログインイベントというものがありまして、こちらでね、結構貴重なアイテムとかね、あとは召喚獣をもらえますので、こちらね、必ず毎日ね、ログインをしてゲットするということをしてください。で、確かね、ログインボーナスで、このね、召喚獣、この伝説級のですね、召喚獣をもらえたりですとか、あとはね、こう召喚術師の装備ですね、装備で、結構ね、強い装備ももらえましたので、こういうものをね、ちゃんとこうゲットしておきましょう。で、次にね、この画面中央の上の方にあります、こちらのブルークリスタルというものもありまして、こちらもね、ゲームをプレイしていると結構ね、もらえるんですけれども、こちらはまあ基本的にはね、左下にあります、こちらの召喚というもので、杖の召喚とかね、ネックレス、指輪、護符というね、いろいろ召喚ができます。で、これね、召喚をすると、召喚レベルというものがありまして、これね、どんどん召喚をすることによってレベルが上がっていくという感じみたいで、で、これね、レベルが上がっていきますと、ここにね、召喚率というものがありまして、どんどんね、こうレベルが上がっていくと、このね、召喚率というものがどんどん増えていきまして、今私はね、0.002% の確率で、神話のね、こう武器が手に入ると。こういうことになってまして、なのでね、レベルが上がるにつれてどんどんね、こうパーセントが増えていくという感じみたいです。で、この装備も、こちらね、召喚術師に装備をするんですけれども、ではね、私が装備しているこちらの古代の杖というね、レベル4のこちらの伝説の杖の効果が、召喚術師、召喚獣の攻撃がプラス 256% とこういうね、効果がありまして、でね、これの杖がね、例えば神話をゲットできますと、これだとね、召喚術師、召喚獣攻撃が 320% とかなりね、増えますので、このね、結構装備の効果も大きいので、なるべくね、こちらの召喚はガンガン回していって、これね、杖の召喚とかね、ネックレスの召喚のね、レベルを上げていくと、こういうことがいいと思います。で、今私はね、もうこのブルークリスタルが 300K ありますので、このね、30回召喚と、こういうところでね、ガンガン回していきます。ほら、もうこれでね、1個ね、伝説の杖出ましたね。でも私が欲しいのは神話のやつが欲しいので、その場合はね、連続召喚と、こういうものもありまして、こちらでね、マックスだと99回回せると。ちょっとそんな回してもしょうが、まあ、しょうがなくはないんですけど、増減しようかな。じゃあ、とりあえず、10回だけじゃ回してみますか。10回のね、30連です。で、こちらでね、召喚とをすると、10回分ね、こう回してくれます。さあ、神話来るか。神話が欲しいんですけど、なかなかこれ出ないんですよね。やっぱ 0.002% なんで、なかなか厳しい。まあ、なのでね、もうどんどんガンガン回していって、まずはね、レベルを上げていくという感じですね。
で、あと結構ね、忘れがちなのが、このね、召喚術師のこの昇格というところがありまして、こちらですね。こちらの昇格をしますと、またね、結構これで、攻撃力とか変わってきまして、はじめはね、入門召喚術師というところから始まりまして、こちらね、1個昇格するだけでもね、ダメージの増加とかダメージの減少がね、プラス 20% とかね、増えますので、このね、召喚術師のね、昇格もね、ガンガン行っていってください。結構ね、これを行うだけでかなりね、召喚術師がね、強くなりますので、こちらもね、忘れずにお願いします。でも、あとはですね、こちらの成長というところでね、レベルが上がったら、このね、どんどんステータスを振っていくという感じですね。で、研究というところもありまして、こちらでね、お金を使ってどんどんね、どんどんステータスを振っていくんですけれども、まあ、こちらをね、もう自分の好みでいいと思います。なんかね、適当に、振っていけばね、勝手に強くなりますので、私はね、やっぱり攻撃力が強い方が、敵を倒しやすいかなと思いましたんで、私はとりあえずね、攻撃力を積極的に上げています。まあ、ただね、防御力とか上げてもね、どんどん戦闘力も上がりますので、まあ、こちらはお任せします。で、あとはですね、杖の召喚とかね、指輪の召喚をしましたら、ちゃんとね、装備をしてまして、でね、召喚をしますと、このね、スキルというものを覚えることができまして、例えばね、私まだ未習得のものがありまして、例えばこちら、こちらね、英雄の吹雪というスキルを習得するためには、こちらのアイテムが必要になるということです。なのでね、こちらもネックレスもね、召喚をして集めていけば、いずれこちらのスキルがゲットできるということで、で、こういうね、強いスキルをゲットしたら必ずね、忘れずに、こちらの方にね、スキルを設定するということも忘れずにお願いします。でね、スキルにはね、レベルというものもありまして、このレベルアップがね、できるものはちゃんとレベルアップをしていくという感じですね。これで結構ね、攻撃力も変わってきます。で、私も行ってるそばから結構レベルアップできるものがありましたんで、こちらもレベルアップをしておくと。で、これ、もう一気にレベル31までアップすんだ。これじゃあレベルアップだ。でね、やっぱり忘れてはいけないのが、召喚獣ですけれども、このね、召喚獣は初めに持ってたのがこいつかな？このね、タグリオンというキャラクターがいまして、こちらね、レベルアップしていきますと、どんどんね、進化というものができまして、このね、進化をすると、どんどんね、強くなっていきます。で、これね、普通にこう進化をしていきますと、このね、伝説級のキャラクターも普通に育てられますので、進化はね、ガンガン行ってください。でね、同じキャラクターでもね、結構ステータスが異なりまして、このね、ランクというものがあるんですけれども、こちらのね、ランクがあまりね、よろしくないキャラクターが出た場合は、こちらね、転生というものがありますので、こちらのね、転生石というものを使って転生をしますと、またね、ランダムでね、このステータスが割り振られますので、まあ、それでね、強いキャラクターがもし出たら、そのままレベルアップをして育てていくという感じですね。まあね、結構こういう伝説級のキャラクターは、結構ね、ボーナスとかでもらえますので、まあ、そこまでね、根詰めて、進化をしていく必要はありませんけども、まあね、初期段階のうちはね、あんまり強いキャラクターもいないので、まあね、こういう初めにいるキャラクターをね、どんどん進化させていくという方が効率がね、いいと思います。で、もしね、進化をする材料がね、ないという場合もありますけども、その場合はね、普通にこちらの購入の方からね、ブルークリスタルとかを使って、購入もね、できますので、まあね、先ほどお話した通りね、ブルークリスタルは結構ガンガン手に入りますので、こちらをね、ガンガン使ってもいいと思います。で、どんどんね、進化をした方がね、効率が良くなりますので、ブルークリスタルはね、惜しまず使っていくという感じですね。で、あとね、意外と忘れがちなのが、このね、下にあります、冒険というね、このなんか地図みたいなアイコンになりまして、こちらでね、ゴールドの迷宮とかね、経験草の迷宮という色々ありまして、例えばね、こちらのゴールドの迷宮に入りますと、このね、ゴールドの迷宮にもこうレベルがあります。で、このね、段階をどんどんね、自分の今のね、進める段階まで進めておくと、かなりね、ゴールドもらえますので、で、私も今ね、9段階目をチャレンジできるというところですけども、このね、9段階でもめちゃめちゃ強くて、今のね、私ではこちらの9段階目はいけません。でね、この段階もね、めちゃめちゃありまして、20段階まであるという感じです。でね、私は今ね、9段階目はまだね、クリアしてないので、入場となってますけども、
でこちらで、ね、クリアできると、私もね今8段階目をクリアしているので、このね一層とこういうものが出てきます。でこのね一層というものは、自分がね、持っているチケット分だけ一気にね、こちらができるというものになりまして、ちょっとまあ全部使うのはちょっともったいないので、じゃあ5個ぐらい使ってみますか。5個ぐらいこちらで一層とやると、はい、これでもうね 1.38 テラのね、ゴールドもらいました。でこれちょっとねお金の単位がね難しいんですけれども、今ね私ちょっと見づらいんですけどもね、右下の方にねガンガン敵を倒していくと、まあ大体 3M とか 2M ぐらいか、なんで200万とかね300万とかねゴールド稼いでまして、ここにねお金が貯まっててんですけども、このね、M っていうのがミリオンですので、まあ、100万ですよね。でね、M の次に B っていうものがありまして、これがビリオンですね。で、1ビリオンだとこれ10億なのかな。で、1テラになってくるとこれ100億とか、ちょっとわかすいません、ちょっとその辺のね、ちょっと単位がいまいちわかんないんですけども、まあね、まあ大きなお金が稼げるという感じですね。でまあね、お金がもらえましたら、召喚術師の研究で、どんどんね、こう、ステータスを割り振っていくという感じですね。あとは、経験草、経験草化のね、迷宮でね、こちらも同じように段階がありますと。で、こちらもね、一層で、例えばね、じゃあ、10回ぐらいとか、10回、しますと、これでまたね、49.2 ビリオン。もらえましたので、こちらで召喚獣で、じゃあ一番強いやつはこいつか、このダキウスレベルアップでマックスすると、これでね一気にレベルが40ぐらい増えますね。でこれで一気に23万の戦闘力が増えるという感じです。でこんな感じでどんどんね、キャラクターを強くしていくという感じですね。であとはね、他にも古代の鉱山というものもありまして、こちらでね、進化をするための石とかね、いろんなものも手に入りますし、他にはね、こちらの方に元素の迷宮というものもありまして、こちらでね、いろんなキャラクターをね、進化するためのね、素材が手に入りますので、でこちらはね、曜日によって、入れる属性のやつが違いますので、まあ、なので、自分がね、今一番メインで育てている召喚獣の属性のね、日にこちらを入場していただくという感じですね。でもあとはね、この右上の方に今ね、孵化石の孵化を5回実行という、ね、クエストがありますけれども、まあね、こういうクエストをガンガンこなしていくという感じですね。それで結構ね、いろんなアイテムもらえますので、でこれをどんどん繰り返していくにつれて、こんな感じでどんどんね、クエストを完了しまして、いろんなね、アイテムもらえますので、まあ、こういうね、クエストをガンガンこなしていくという感じですね。でね、この動画のサムネイルでも、私にね、勝てる人などいないと、もう散々ありましたけれども、実はね、私のレベルはまだ鼻くそ程度でして、今ね、レベルが300になっているんですけども、こちらでね、戦闘力がね、左上の方に書いてまして、戦闘力は今 16.97M というところですね。でね、こちらの冒険の方から、レベルがね、300になりますと、闘技場というものが開放されまして、今、一番強い対戦相手だと、こちらのゴールドの 56.34B と、おいね、この人と対戦ができます。じゃあ一回これ対戦してみますか。こちらで戦闘と。さあ、これで戦闘が始まります。さあ、どんな感じになるのか。ほら、これ、わかりますか？この攻撃力。今、200万とか与えられた今。水曜、これ一瞬でね、やられてしまいます。しかもこの1体でね、めちゃめちゃなんか相手もスピードもめっちゃ速いしね、一瞬でやられてしまうと。まあなんでね、私がいかに弱いかというところがね、お分かりいただけたと思いますけども。まあね、世界にはこういう強い人がまだいっぱいいるという感じですね。まあでもね、頑張ってプレイしていくと、コツコツね、強くなれますので、非常に面白いゲームですので、ぜひ一度プレイしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。